ガーンジー軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万8 7人であり、2000年の4792人から1.7%減少した。軍庁所在地はケンブリッジ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ガーンジー軍はその全体でケンブリッジ小都市圏を構成している。名は イギリス海峡に浮かぶガーンジー島にちなんで名付けられた。この島から多くの初期開拓者が移ってきていた。ガーンジー軍はアパラチア山脈の麓丘陵部にあり、1810年にマスキンガム軍から分離して設立、組織化された。最初の軍域は広かったが、その後の隣接軍の創設によって狭くなり、1851年に原領域が確定した。 ガーンジー軍はガーンジー島でデュボー出身の友おじいによって名付けられた。ナポレオン戦争の時ガーンジー島にはロシア兵6000人が駐屯した。ロシア軍は食料が十分ではなかったので窃盗に走ることも多く地元民とロシア兵の間ではかなりの摩擦が生じた。ある日の午後自分の畑で鳥を撃っている時におじいは 彼の果樹園でリンゴを盗んでいたロシア兵と遭遇した。叔父えは散弾銃でロシア兵を撃ち、ロシア兵はリンゴを落として逃亡した。叔父えはその兵士が逃げる際に乗り越えた壁に結婚を認めたが大したことではないと考えた。その日遅く、叔父えはその兵士が弊社で死亡し、叔父えのことを上官に伝えていたことを知った。叔父えは報復を恐れ、 まずジャージーに逃げ、その後フランスに渡り、さらにアメリカ合衆国に行く船に乗った。東海岸でしばらく過ごした後、1808年に、そこから西の現在のオハヨに移住した。ここでいくらかの成功を収めた後、故郷のガーンジーに手紙を書いて、島民に移民を奨励した。現在のケンブリッジの町で、ガーンジーから移ってきた初期移民集団と合流した。 おじいやが放浪していた間に、家族の揺りかごを傾向してきており、これが現在は、アメリカンレジオンのケンブリッジ支部に収蔵されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は528.30平方マイルであり、このうち陸地522.25平方マイル、水域は6.05平方マイルで、水域率は1.15%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ガーンジーグンズガーンジーグンは下記19の軍区に分割されている。ありがとうございます。